どうもおはようからこんばんは、殿でござる。戦国姫セブン織田編、続きをやっていきましょう。で、ターンは切り替わってイベントがあります。で、どうやら光秀殿が俺の部屋を訪ねに来た。あの時の、まあ、本能寺の変的なことの釈明をしなければいけないな。意外な言葉。こたびはご苦労様でした、そうな。これで信長様の邪魔をする者は一掃できました。いや、でもあなたが企んだんですよね。攻められるとばかり思っていたのに。意外そうな顔をしてどうかしたのですか。いえ、俺はてっきりあなたに責められるものだとばかり思っていましたので。私の目的は天下の統一を見ることです。そしてそのために信長様が天下を滑るにふさわしい器かどうかを疑っていると言いましたね。まあ確かに豊臣やってた時もそんな感じでしたもんね。それにふさわしいかどうか試練を与えて試していましたし。だったら今回も。はい、それは聞きました。今回のことで生き残った信長様はまさに天下を滑るにふさわしいということになるでしょう。あそこで死ねばそれまでの器ということになります。あの状況で生き残ることができたのですから、天下の統一もなるでしょう。光秀的にはそれにふさわしいものが天下を統一できればいいということですよね。では光秀殿は信長様を試していたと。確かにそういう試みも含まれていましたが、それだけではありません。あの場には信長様に謀反を考える者が全て集結していたのですよ。そしてそれは全て排除しました。相馬さんもどっちに転ぶかわからなかったですもんね。これがどういうことか、あなたも軍師ならばわかりますよね。あ、まさか光秀殿は最初からそのつもりであの計画を。でも、もし俺が本当に信長様を撃っていたらどうするつもりだったんですか。相馬がもし目的を果たし信長様を撃っていたら、その時はあなたを謀反人にして私が天下統一を目指していたでしょう。まあ、試していたっていうのもあるから、あえてその謀反人を集めて粛清しようとしていたのを信長に伝えようとはしていなかったんですよね。いや、試すにしても下手すればこの前みたいに信長様を刺してで死んでいたってことになっていたんですよ。どのみち信長様には敵が多すぎて、どこかで一掃しておかなければ天下統一の邪魔になりましたしね。結果的に最もいい状態に収まりました。いや、でもそれにしても。そうな、あなたも信長様を害する可能性のある敵の一人だったのですよ。いえ、今はもう敵の一人でしたと言うべきでしょうか。けれどもなんか素直に納得できないところはありますよね。まだ裏があるんじゃないかと。確かにそうですね。まあ、父上を殺されてで今川も潰されてってなったら、それは企む阻む邪魔者としては一番の最有力ですよね、この相馬さん。いや、一緒に焼け死んでましたよ。要するに私としては天下の統一ができれば
それを行う人間が誰であろうと構わないのです。今回はこういうことになりましたが、結果としてソーマにはいい方向に向かったようで良かったですね。いやいや、それで納得はできるか俺は笑えなかった。それではこれからは信長様と末永く仲良くしてください。おお、後継ぎもよろしくお願いします。後継ぎ？当然でしょう。世継ぎの問題を考えていないのですか？というか、何ですか？まさか、まだなのですか？じゃあ前回抱き合っただけで終わりだと？信長様とはまだそういうことは、そのだったらさっさと済ませたらどうです。世継ぎの問題は大事な問題ですよ。いや、こうなったらエンディングってどうなるんだ。そんなことを言われても、あんな風に裏切っておいて積極的に動くのはちょっと虫が良すぎるというか。そもそもこうしてあなたの命ある時点で虫が良すぎるのです。今さら何を言っているのです。ごもっともではございますが。そう言うからにはこれ以上裏はないようにも思えるが。それでは言うべきことはすべて言いましたので、私はこれで。まだ何か。ちなみに信長様には私があの一件に関わっていたことも報告済みですから、妙な心配や気遣いは無用です。なんだと。信長様はそれでも許したんですか？あの方は戻ってくるものに寛容ですから。さすがというか、言葉がないな。じゃあ何、次のイベントでは頑張るの後継ぎ。特にイベント続くわけでもなくて、全体マップには戻ってきたんだ。じゃあ終わりにして、勢力図的にはもうこれ以上攻めなくていいでしょう。あとはイベントを消化するのみ。毛利家はもう最前線に固めているな。吉川比類恵とかいるし、で毛利輝元とか小早川秀明、夏の職務とかも出ないし、イベントが続いていく感じでしょうね。よ、イベントが続かない。もしかしてまだ攻めていくと、あの天下統一するまで終わりがないとか、そういうわけじゃないですよね。まだわからないぞ。会うはもうないし、どうやらイベントが起きないということは、まだ進まなければならないということか。信長様抱くところまではね、行きたいなって思うんですよね。
ってことはこの毛利家かガチガチに固めてもいるし、そこに攻め入らなければならないか。イベントを進めるためにはこうして攻めないといけないわけで、現在は毛利軍と交戦中。意外と粘りますね。いや、吉川ひろえちゃん可愛いな参りますわよ。ただイベント織田家のイベントを優先するんで、加えたとしても会うイベントは消化しない。なので押し取る。総大将は毛利高元。激しいのが好みか。あ、脱がす前に倒してしまった。ああ、吉川元春が入る。ふう、結構毛利家攻めたわ。で、それでようやく織田家のイベント、できればね、信長様を抱いて終わりにしたいんですよ。で、互いの思いが通じ合っていることを確認した、まあ、少しずつ仲を深めていった。信長様、少し早すぎますよ私と一緒に馬に乗るならこれぐらいついてこられなくては話にならんぞ。過去に遠乗りした時も同じセリフを言っていましたよね。信長様、ちょっと待ってくださいそうま、私のことが好きなら捕まえてみろ。いや、そういうセリフって普通浜辺で走り合ってほら捕まえてみろみたいな感じでしょ。けど馬ですよね。そういうことなら必ず捕まえますよ。はっ。いや、けれどもな、追いつくことはできても捕まえるのは危ないでしょ。いやいや、捕まえた。危ない危ない走っているんですよ。本当に追いつくとは。信長様が挑発するからですよ。好きなら捕まえてみろなんて。それに俺はずっと信長様のそばにいますって言ったでしょ。そうだった。ちゃんと約束を覚えてくれているんだな。忘れません。俺はもうずっと信長様のそばにいます。そう、恋人になったとしてもまだ敬語なんですね。あ、手を握ってくれる。おやおや、町の人たちも公認ですよ。信長様、今日もお暑いですね。二人ともお似合いですよ。こういう字の文でも信長様って言っているからな。もう親しき仲ですからね、信長って言ってもいいんですよ。過去の呼び捨てと今の呼び捨てだとまた違う意味ですし。あの、信長様。ん？なんだ？見られてますけど、いいんですか？見せてやっているのだ。私と相馬がこのように仲睦まじいのだと町の者たちにも教えてやった方が良いだろう。気恥ずかしそうにしていたこの前とは違うな。裏でこそこそっていう感じの人でもないからな。はあ、ますます体を寄せたり。ほら相馬、お前も手を振ってやれ。まるでパレードだ。え、俺もですか？四つ木はまだなのかな？あらあら。ほら、そうなの。口を開けろ。え、自分で食べますよ。恋人というのは、こうして食べさせ合うものだそうだぞ。ほら、口を開けろ。だよな、戦国のようですよ。でも。ほら、あーん。
その言い方だと押し付けてまた箸でねじ込んできそうな感じだな。あーん、よし食え。ありがとうございます。じゃあ今度は俺が。私も食わせてもらうのか。それはそうだ。はい、だって俺だけが食べさせてもらうのは不公平でしょ。うん、もう言われてみればそうだが、食べさせてもらう側になると少し照れるな。自分がする分には照れないが、逆だと照れてしまうんだ。照れている場合じゃないですよ。はい、あーん、うん、あーん、放り込むとか言うなよ。なかなか良いものだな。こうして食事を食べさせ合うというのは。そうですね、もう一口いかがですか。次は私の番だ。ほら口を開けろ、そうな。イチャイチャしているなあ。後次はどうなんだ。あんなことがあってね、おもはゆいのはいいんだが。では俺は部屋に戻ります。おやすみなさい、信長様。ああ、また明日な。おやすみ。肩を強く掴んだ。信長さん、おやすみ、そう。また明日。うん、チューはしてくれるんですけれどもね、その先ですよ。そんなに逃げるように部屋に入らなくてもいいのに。なかなかウブだな。そういうと初恋っていつなんだろうね。まあ確かにこれまで抱いた人はちょいちょいいるよ。信長様、おやすみなさい。進展はしていてもな。普通の男女の関係に比べると恐ろしく遅い。そうね、できれば今回でそうなってほしい。それで終わりにしたいんですよ。でも信長様は今のままで幸せそうだし、俺が急がせるのもなんだか違う気がするし、他の家臣たちからの催促は凄まじい。もちろん世継ぎに関する催促。もう抱いたみたいな。お前はストレートに聞いてきそうだな。はい、何ですか。来月信長様って遠出させても大丈夫かな。本人に聞くのもなんとなく聞きづらいからさ。大丈夫だと思いますけど、なんで信長様本人に聞かないんです。そんなの聞けるわけないじゃん。解任してるかどうかなんてさ。とりあえず来月は大丈夫だね。ありがとう。ストレートだな。あ、でも言った自分も赤い顔しているんだ。かわいいな。解任も何もそういうことしてないんだ。ああ、そうか、ちょうどよかったです。はい、何でしょうか。さすがにそろそろ済みましたか。すみましたって何がですか。まだやってないのですか。まったく、世継ぎのことは大切なことだとあれほど言ったではありませんか。
あ、世継ぎのことですか。そうですね、まだ住んでないです。でも俺一人で進めることもできないので、その、本当に信長様も信長様ですね。他のことでは行動が早いのに、変なところで奥手というか。なんでだろうね、いっぱいあの人子供作っていたのに。とにかく頼みましたよ、そんな。あなたに織田の命運がかかっているんですから。織田の命運がかかってるって言われてもな。そうま、信長様とはどうなっておるのじゃ。仲良くさせていただいていますが、何か。それは分かっておる。拙者が聞きたいのは、どの程度まで仲良くしておるのかということじゃ。長秀さんが言うとなんかセクハラにも思えてくるな。近い近い。その一緒に遠乗りに行ったり食事をしたり、よく街にも一緒に出かけるようにもなりましたね。そういうことではなくてだな。つまり世継ぎができるようなことをしているのかどうかということだな。どうなんだ、そのまま。なんか男としてこういう会話はしたくはないな。皆さんがご期待しているようなことはまだ何も。何？まだ何もしておらぬのか。あ、でもチューはした。もう二人が恋仲になって結構経つよな。それなのにまだなのか。お前はな、お前は早すぎる逆に。それではまだ世継ぎに期待するのは早いか。すいません、こういうことは信長様に合わせて進めていきたいと俺は思っていまして、その、まあ信長様はそういうご経験がないから仕方がないとはいえ、いざとなったら男の方がちゃんと誘導してやらないとダメだぞ、相馬。いや、だからお前は早すぎるんだ。しかし相馬の気持ちもわからないでもないな。信長様にその気がないのに無理やりというのも少しな。信長様にその気がないはずがないじゃろ。拙者にも断るごとに相馬との仲を自慢してくるのに。そういえば俺ものろけられたな。だからてっきりもう住んでいるものとばかり思っていたんだがな。俺もそういえばのろけられたな。お前も早くいい女を見つけろと言われた。とにかくじゃ、相馬、織田の命運はお前にかかっておる。なんとか信長様をうまく導くのじゃ。織田の命運か。この前の謀反のもう悪い意味での命運は私にかかっていましたが、今度は世継ぎで命運が自分にかかっていると。はい、できるだけ努力はしてみます。それに町人だって武将たちだって認めてくれているんですよ。あ、体的にもいろいろ溜まってきてはいる。でもやはり信長様に合わせよう。たとえ時間がかかったとしても、信長様がそういう気持ちになった時に自然とそういう関係になれたら。そうね、一時は殺そうとした俺だ。あ、よかった、イベントは終わらなかった。そんなある日の夜、いたのだが。天下統一まであと少しだな。いや、そんなことはない。そんなことはないぞ。畿内と四国と中国地方の半分以上は治めているが、まだですよ。そうですね、織田の勢いは止まりませんから、もうほどなく天下を統一できるでしょう。天下統一が無事になったら、私も先々のことを考えねばな。まあ相馬がいるから伴侶探しの必要はないが。
信長様。しかし相馬、いつになったら世継ぎができるのだ？あなたがそれ言う？私たちは日々このように仲良くしているというのに、全く世継ぎができる気配がない。それはなぜだ？待て、それはつまりあれか、コウノトリが運んでくるとか、そういう程度の聖地式と、キスすれば生まれるとか仲の良い男女のもとには子ができるのだろう。みんなそう言っているし、書物にもそう書いてあったが、なぜ私たちはいつまで経ってもできないのだ？こういう時まっちゃんがいればな。あの人エロ本溜め込んでるからな。真面目なんだね。奥手という問題ではないよな。ならば教えてやろう。こうなったらもう俺が動く以外にないだろう。このまま待っていたら多分一生このままの関係が続いてしまいそうな気がする。ん？どうした、ソーマ？信長様、こうなすにはしなければならないことがあります。おお、そうなのか。どういうことをすれば子ができる？ソーマはそれを知っているのか？無論、その俺を信じて任せていただけますか？うむ。すべて相馬に任せる。私はお前の子が欲しい。もうちょい恥ずかしながら言ってほしいな。信長様、では巣はかかれ。子を作るために必要なことというのはこういうことだったのだな。そこはまあもちろんカットではありますが、イベントスチル的なものは欲しかったな。ね、行為を終えたわけですから今回が最終回か。何度も。ソーマ、私は一つ気になっていることがあるのだが。はい、何でしょう。お前は父親の無念を晴らすために私を殺そうとしていたのだろう。その父親への思いはもう良いのか。俺は織田に仕えるようになってからずっと信長様を見てきました。信長様が父と同じように何度も裏切りに遭っている場面も見てきました。けれども信長様はそれを乗り越えていた。人を信じるにも覚悟が必要だということを信長様を通じて俺は学びました。きっと父にはその覚悟がなかったのではないだろうかと今はそう思うんです。そうな。もちろん父のことは今でも好きだし、父が撃たれた時の悲しみもなくなったわけではありません。父が撃たれた悲しみから母も病を得て亡くなってしまいました。俺に仇討ちを託して。でも仕方がないんです。俺は信長様を好きになってしまったんだから。もう俺には信長様を恨むことができなくなってしまいました。俺は信長様を好きでいることを選んだんです。いつまでも両親の思いにとらわれているわけにもいかないし、この相馬さん自身は好きでいることを選んだ。相馬、一回は刺したけれども俺は今まで毛筆にとらわれていたのかもしれません。何が何でも父と母の無念を晴らさなくてはいけないんだと躍起になって、それが本当に正しいのかどうかを自分の頭で考えることもせず、決して父や母のことを忘れたわけではありません。今でも両親のことは大切に思っています。でもそれでも俺は今を信長様と生きたい。私は天下統一のために今川を滅ぼしたことを後悔していない。これからもきっと後悔することはないだろう。なぜならあの桶狭間の戦いがなければ織田は今のように天下を目指すことはできなかったからだ。
それで相馬に恨まれることになったのも含めて、私は後悔していないし、後悔しない。信長様。それに、あれがなければ、今相馬はここにはいないのだろう。たとえ、私を恨んだことがきっかけだとしても。どのような理由であれ、相馬と私は出会った。そして相馬は私を好きになってくれた。だから私はそれでいいんだ。信長様、俺もです。俺もこれでよかったのだと思っています。俺も信長様に出会えてよかった。本当によかったと思っています。相馬。あ、エンディングではないんだけれども、無事結ばれることが、肉体的に結ばれることができました。話の展開としてはまだまだ続くようですけれども、織田編は今回にて終了にしましょう。いやー、今回で終わりかなって思っていたんですけれども、個人的にこの先を進めてみますと、あとイベントをちょっとで、クリアまでいけるんで、そこまでね、やってみようと思います。おそらくはあと2話ぐらいでクリアできると思うんで、じゃあ今回はここまでにして、次回からまだ続きをやっていこうと思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。